ナンバー・アンダーライン・アイの新作 MV ボンに隠された衝撃の真相。ファンが知らない裏側の衝撃映像が公開、撮影現場でのハプニング続出。ナンバー・アンダーライン・アイの MV ボンメイキング映像が明かす予期せぬ出来事。ナンバー・アンダーライン・アイの最新ミュージックビデオボンは5月27日のミニアルバムノーオー・リングのリリースに伴い、ファンの間で大きな話題となりました。 この MV は、そのユーモラスなシーンと見事な映像技術によって、多くの視聴者を魅了しています。特に印象的なのは、撮影の裏側を垣間見ることができるメイキング映像が公開されたことです。この映像は、メンバーたちの真剣さと情熱、そして楽しい撮影現場の雰囲気を伝えるものであり、ファンにとっては非常に貴重なコンテンツとなっています。MV、ボンの制作過程では、 多くのチャレンジと想像力が必要とされました。例えば、コミカルなシーンの撮影では、メンバーたちは何度も繰り返し撮影を行い、完璧なタイミングとリアクションを追求しました。その結果、視聴者を笑わせるだけでなく、何度も繰り返し見たくなるような魅力的な映像が完成したのです。特に SNS で話題になったのは、タライを使ったシーンです。このシーンでは、 タライが頭に落ちるという古典的なギャグを取り入れ、メンバーたちのリアクションが視聴者の笑いを誘いました。メイキング映像を見ると、このシーンがいかに多くのテイクを重ねた末に完成したかがわかります。メンバーたちは何度もタライを受け、痛みと戦いながらも笑顔を絶やさず、最高のシーンを作り上げました。また、撮影の裏側では、メンバー同士の中の良さやチームワークが垣間見えます。 彼らはお互いに助け合い、励まし合いながら撮影に臨んでおり、その温かい関係性が映像にも反映されています。例えば、あるシーンでは、メンバーの一人がミスをしてしまった際に、他のメンバーが笑ってフォローし、撮影現場の雰囲気を和らげました。このような瞬間は、視聴者にとっても心おんまるものであり、彼らの人間味あふれる一面を感じることができます。さらに、 MV、ボ、bon、ンの制作にあたり、最新の映像技術が駆使されました。カメラワークや編集技術はもちろんのこと、特殊効果や CG もふんだんに取り入れられており、その完成度の高さは一目瞭然です。例えば、空を飛ぶシーンや幻想的な背景など、現実では不可能なシーンがリアルに再現されており、視聴者をまるで別世界に引き込むような効果を生み出しています。メイキング映像では、 これらの技術がどのようにして実現されたかが詳しく紹介されています。撮影現場ではグリーンスクリーンやワイヤーアクションが使われ、後から CG で加工することで幻想的なシーンが完成します。メンバーたちは初めての経験にもかかわらず、プロフェッショナルな姿勢で取り組み、見事にその役割を果たしています。また、メイキング映像の中で特に注目すべきはメンバーたちのインタビューです。 彼らは撮影の裏話や苦労話、そして作品に対する思いを率直に語っています。あるメンバーは撮影は大変だったけれど、ファンのみんなが楽しんでくれることを思うと、すべての努力が報われる気がしますと話し、彼らの作品に対する情熱とファンへの感謝の気持ちが伝わってきます。SNS 上ではファンからの反応も非常に好意的です。多くのファンがメイキング映像を見て、 メンバーたちの努力と情熱に感動し、応援メッセージを送っています。特に、たらいシーンが面白かった、メンバーの笑顔が最高だった、といったコメントが多く見受けられ、視聴者が彼らのユーモアと人間味を楽しんでいる様子がうかがえます。このように、MV、ボンの成功は、メンバーたちの努力と情熱、そして最新の映像技術の結晶であると言えます。そして、その裏側を知ることで、 視聴者はより一層この作品を楽しむことができるのです。メンバーたちが一丸となって作り上げたこの作品は、彼らの今後の活躍にも大いに期待が持てるものであり、ファンとしても非常に楽しみです。また、この MV を通じて、日本のエンターテインメントの魅力がさらに広がることを期待しています。アニメや漫画に次いで、音楽や映像作品も世界中の人々に愛される存在となりつつあります。 ナンバーアンダーライン愛のようなアーティストがその先頭に立ち、日本の文化を広める役割を果たしてくれることは非常に喜ばしいことです。さらに、今後の活動においても、彼らの創造性と情熱がどのように発揮されるのか注目していきたいと思います。新しいプロジェクトやコラボレーション、そしてライブパフォーマンスなど、多岐にわたる活動が期待されます。特にライブパフォーマンスでは、 彼らのエネルギッシュなステージングと観客との一体感が楽しみです。最後に、この MV、本やメイキング映像を通じて、視聴者にとっての新たな発見や感動がたくさんあったことでしょう。これからもナンバーアンダーライン愛の活躍を応援しつつ、彼らがどのように成長し、新しい作品を生み出していくのかを見守っていきたいと思います。皆さんもぜひ、彼らの今後の活動に注目し、一緒に応援していきましょう。 そして、あなた自身も何か新しいことに挑戦し、情熱を持って取り組むことで、素晴らしい成果を得られるかもしれません。そんな未来を一緒に楽しみにしています。この MV、ボンとそのメイキング映像を通じて、私たちはナンバーアンダーライン愛のメンバーたちの情熱と努力、そして彼らの素晴らしいチームワークを垣間見ることができました。撮影現場の裏側では、 メンバーたちがどのようにしてシーンを作り上げているのか、そしてその過程でどれだけの試行錯誤と努力が必要だったのかを知ることができました。特に、たらいのシーンは何度も取り直しを行い、最高のリアクションを引き出すためにメンバーたちが一丸となって取り組んだ結果として完成しました。SNS でのファンの反応を見ると、メンバーたちの笑顔やユーモラスなシーンが視聴者に大きな喜びをもたらしていることがわかります。 多くのファンが笑顔が素敵、リアクションが面白い見ていて元気が出るといったコメントを寄せており、ナンバーアンダーライン愛の魅力が確実に広まっていることを実感します。ファンの応援メッセージや感謝の言葉が彼らの次なる挑戦への励みとなり、新たな作品やパフォーマンスへのモチベーションとなることでしょう。また、ナンバーアンダーライン愛の活動を通じて、 日本のエンターテインメントがどのように進化しているのかを感じることができます。彼らの作品は単なる音楽や映像にとどまらず、視聴者に感動や笑いを届けることを目的としています。そして、その背後には最新の技術やクリエイティブなアイデア、そして何よりもメンバーたちの情熱と努力があります。彼らの作品を通じて、日本のエンターテインメントが持つ可能性と未来への期待が高まります。 これからのナンバーアンダーライン I の活動にも大いに期待が持てます。新しいミュージックビデオやアルバム、ライブパフォーマンスなど、彼らの想像力とエネルギーがどのように発揮されるのか楽しみです。特にライブパフォーマンスでは、彼らのダイナミックなステージングと観客との一体感が魅力であり、実際に彼らのパフォーマンスを目の当たりにすることで、より一層彼らの魅力を感じることができるでしょう。最後に、 この MV ボンやそのメイキング映像を見て、あなた自身も何か新しいことに挑戦するきっかけとなるかもしれません。彼らの情熱や努力からインスピレーションを得て、自分自身の目標や夢に向かって一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。ナンバーアンダーライン愛のように、情熱と努力を持って取り組むことで、きっと素晴らしい成果を得ることができるはずです。さて、あなたはこの MV 本をどのように感じましたか メンバーたちの努力や撮影の裏側についてどのような感想を持ちましたかまた、彼らの今後の活動についてどのような期待を抱いていますかぜひ、あなたの意見や感想を教えてください。そして、一緒にナンバーアンダーライン愛の魅力を語り合いましょう。